それこそ水草博士だからできることだよね。水草の楽しみをまず知ってほしいですよね、うん、育つのが楽しいですから、ね、うん、そうだそうだ、本当にそう思う。あ、このポホステもすごいね、めっちゃ綺麗、大きい、綺麗。高木さん、今おすすめのものとかありますか？綺麗だし、本当に水槽安定してくれますもんね。こんにちは、赤玉ちゃんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日は久しぶり、千葉習志野にございます、ウォータープランツラバーに来ています。こんにちは、高木さんです。いつもお世話になってます。こちらはですね、水草専門店ということで、まあ、あの言わずと知れたお店ですけれど、毎回お話ししてますが、このレイアウトに使える水草500種図鑑を書かれてる方のお店となっております。結構遠くからもね、お客様来られますもんね。すごい、これはすごいですね。ウルグアイエシスからすごい立派なシュートが出ております。本当水草に特化したお店なので、珍しいものとか、あのいろんな種類のものが見れます。すごい。ちなみに店頭はですね、こんな感じで、今日は大雨ですけれども、こんな感じで水生植物ですね、水辺の植物がたくさん売ります。この水辺の植物は、ね、いろんな種類たくさんお料理しているところって少ないと思うので、私はね、とっても大好きなお店です。ちなみにこのね、看板はいつも定期的に絵が変わるんですけど、お嬢様が描かれてます。やっぱり立派だよ、株が綺麗、すごい綺麗だね、全然違うね。あ、かわいい、ポマニミーレッド。見て帰るっていうのは本当に恵まれた環境ですね。わ、すごい水上めっちゃ元気だね。あ、これかわいい、葉っぱがポコポコしてる。ヒュードロイだって、クリプトコリネヒュードロイ。アヌビアス7ラウンドリーフ、めっちゃかわいい、すごいかわいい。バルテリー、アヌビアスバルテリー、ほんと。最近あれですよね、ワークショップとかもやってるんですよね、水草のね。やってます。ボトルのそれやりたい人はどうすればいいんですか？ホームページ、ワークショップのページがあるので、はい、そこから予約ページに飛べます。はい、じゃあぜひそちらチェックしてください。内容が確認できて、はい、何やるか分かって、そこから予約ページに飛べます。水草専門店で作るボトルワークショップなので、水草の種類選ぶのきっと楽しいですよね。うん、その場で作って終わりじゃなくて、長持ちするやつを作ってるんで。ああ、それ大事ですね。うん、はい、はい、作って持って帰って2、3週間で全部溶けました。じゃあちょっと悲しいんで、はい、半年1年間持つような種類を選んで、それで長く楽しんでもらって、でそれでさらに面白いなと思ってもらったら水槽を売ってもらうとか。ああ、なるほど。ボトル増やしてもらうでもいいんですけど。うん、いいですね。うん、なのでなんかよくあるその場で作って終わりみたいなのはしたくなかったので、種類は結構こっちで持つやつを選んで。それすごい、それこそ水草博士だからできることだよね。なんかそのせっかくだから水草の成長とか変化とか、ボトルって多分作った時のが完成形じゃなくて、その後が楽しいですよね。広めたいなっていう感じです。ぜひぜひ、いいですね。あ、このポホステもすごいね、めっちゃ綺麗、大きい、綺麗、
すごいね。わあ、この赤い封入りのってこれ、これですか？エキノドロス、あ、プレアです。スプレー。あ、これだ。かわいい。これで水槽、これだけでピュッていうのいいよね。たらじゃあボトルとかもいいかもね。ちっちゃいのとか、キューブとか、ボトル向き。ここでもかわいいね。これだけプッてこう沈んでて、ふわーっていうのさ、綺麗じゃない？いいよね。あ、これコトブキなんですか？これかっこいいな。そんなにスペース取らないし、いいですよね。30の高さが高いって。50だ。すごいね。でもそれこそ大きいなんかね、駅のとかね、やってもいいですよね。だけでもかっこいいですよね。私いつもブリクサとかしちゃうんですけど。難しい。そこ難しいですか？何が好きなんだ？すごい綺麗。分かんない。そうなんだ。ブリクサいいな。チャレンジしてみようかな。でもね、溶けるんだよね、なんか。そう、消滅するんだよね。際立たないですね。やっぱそうなんですか。でもすごい綺麗。おかぶ990円だからこれは買ってこう。ちょっとチャレンジだ。これショートヘアグラスとかはそんなに難しくないから。全然難しくない。いいですね、ボトルに。かわいいし、千葉でも簡単に育つ絶景です。千葉でも育つのはとても強いですよ。そうですね、本当ですね。そういう実験になっていいですね。ここはね、すごい勉強になってます。あ、そうですか。だいぶ勉強になって。高木さんがまだ勉強するっていう。ここ来て勉強になったんです。真ん中に駅のがあるのがまたいいですね。そうですね、それがさっきのフルプレア、大きくならない。かわいい。フルサイズで育ったとしても、そこで収まるサイズ感なので。ボトル向きだな。いいですね。ブセとかもいいですか？ブセは 8.8 でも全然丈夫なので助かってます。レイアウトのポイントになっていいですね。まず育ってくれるので、多分普通に千葉の水道水でただ水替えしてるだけでも育つので。おお、それはいい。丈夫だ。それじゃないとやっぱり、最初に難しいこと言っても水質だとかって、なるべく二酸化炭素だとなるべく言わないで育つやつっていう。それが大事だと思う。入りはそれでいいと思うんで。そうですよね。もうちょっとなんか雑誌で見たあの草を入れたいとか、なってきたらまたちょっとレベルアップしていけばいいので、最初はまず枯れないで育つっていうのが何より大事。水草の楽しみをまず知ってほしいですよね。育つのが楽しいですから。そうだそうだ、本当にそう思う。パールグラスとかもいいですよね。使いやすいですよね。悪いですね。ね。パールは一時期ちょっと下火っていうか人気なくなってたんですけど、はい、最近またその高度が高い地域が増えてきたのかな。高度で悩む方が増えてきたのと同時に、はい、パールグラスももう一回見直されてきて、全然それも何も水道水そのまんまでも育ってくれるので。パールグラス私も大好き。パールグラスの評価を高めてるので、綺麗だし、本当に水槽安定してくれますもんね。パールグラスだけのボトルっていいね。爽やかなグリーンがすごいいいな。地域を作るボトルはパールなしではちょっと考えられないので、パール頼みです。パール頼み。ここにもいる。あっちにもいるし、あっちにもいますね。後ろにいます。私もよくあのコンテスト水槽とかにもめちゃくちゃ入れる。必ず入れますね。今はこのボトル押しがいいね。ボトルワークショップ押しがいいですね。Hey, yo, the rain was steady pouring, heard the drops and drizzle meant to be. Chilling in my crib, no doubt. Peep the scenery. じゃあちょっとこれは買います。すいません、お店の。ああ、いえ、また取ればいいです。ありがとうございます。じゃあこれはちょっと買いましょう。じゃあちょっとせっかくなので砂買ったから。じゃあちょっとブリクサは
小かぶ、はい、はい、いただきます。もさもさしてる人羨ましいなっていつも見てる。一回消滅してまた出てきますよとか言われるんだけど、一向に出てきた試しないので。あ、そう、そうですね、あの一回溶け気味ではありますね、うん、砂だとすぐこうやって猫出てきます。へえ、やっぱほんと水質差って地域によって大きく変わるので、特に千葉なんかにお住まいの方は高度の高い水道水に結構ね悩んでる方多いと思いますので、ぜひあの何でも相談乗ってくれますので、実際この千葉の水質で水草を管理して、しかも水草博士なのでいろんな種類の水草を育ててみて多分感じてることがいっぱいあると思うので、ぜひあの気軽にお見せに来て高木さんに聞いてみてください。クリプトが結構あるね。ここはクリプトコーナーだ。私ルーケンス好き。これ名前聞いたことないやつとか。これなんだろう。これめっちゃかっこいい。クリプトコリナ、ウンドゥラータ、レッド。かっこいいなこれ。めちゃくちゃかっこいい。あ、何ですかそれ。それさっきかっこいいなって思いました。はい。かわいい。いいね、この左奥のやつかわいい。ルテア。ルテア。ルテア、ワルキリ、パルバ。あ、パルバ好きです。ちっちゃくてかわいい。前多分買って育ててました、九州で。あ、これもかわいいですね。え、水上いいですね。すごいかわいい。で、ショートヘアグラス。管理これどうしてんですか？霧吹きシュッシュ？霧吹き一回もしてないです。最初に水入れただけ。蓋をしてるだけ、はい、すごい。なんか水が入るのにちょっと抵抗のある人とか最初ね、まだちょっとの方はまずは水上から試すのもいいですね。ね、楽しいですね。いい感じ。根っこを全部張ったら、はい、水入れれば水中でも育ちますし。あ、いい。いいね、その方法ね。半年ぐらいはこれ楽しみで、はい、クリプトの水上かわいいな。湿度さえあれば簡単に、本当に何もしなくて、何もしてないですか。いいかも。これカップのクリプトとかでも大丈夫なんですかね。ああいう感じの方がいいですか。あっちの方が簡単だと思います。もう最初からこの状態の方がですね、水上の買ってみて、これを入れる。クリプトとかを水上で持っておくのはいいかもしれない、はい、ということで本日は久しぶりのウォータープランツラバーですごいお土産もいただいちゃいました。はい、本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。赤玉チャンネルを登録してウォータープランツラバーへ水草を買いに行こう。ではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら、ありがとうございました。この前あの方来られたんですよ。あの高木さんと一緒にお仕事されてた方で、息子さんが高木さんに教えてもらいながら水草水槽を作った。お名前はね伺わなかったんですけど、写真見せていただいて来てくださいました、お店に。で写真見せてもらって、これ高木さんと一緒に作ったんだとか言って。